このスープはベースになりますので、こうやってドクシンおじさんクッキングということでですね、今回はねドクシンおじさんの作るラーメンシリーズ、前にもね虚無ラーメンっていうのを作ってるんだけど、それの第2弾虚無味噌ラーメン。前に至高の味噌ラーメンっていうのも作ったんだけど、俺のやり方の味噌ラーメンめちゃめちゃうまいです。なんでかっていうとね、味噌ラーメン作る時ってすごいコツがあって、ちゃんとだしを使うっていうことがね大事なんだけど、それをね今回ね俺の大好き味の素でね再現しているっていう、まあ、レシピなんで、この味噌ラーメン食ったらあんま外で食わなくていいかなっていう風に、思うぐらいのうまさです、はい、チャーシューとか乗ってないんだけどね、家にある調味料でこんだけうまいラーメンスープができるのかっていうのを皆さんにお伝えしたいということで、企業で登録してます。ということで今回はちょっとテンション低いですけども、だんだん上げていきますんで、虚無ラーメンね、具なしの味噌ラーメン作ります。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料はね、生ラーメン。これ何の生ラーメンでもいいんだけど、まあ、俺はキクスイの生ラーメンっていうのを使ってるんだけど、130g ね。これが一番バランスがいいからね、使ってるだけで、他のもんでもいいです。最近はね、乾麺のラーメンとかも出てるし、そういうのでもいいんですけども、あと焼きそば麺とかでもいいです。焼きそば麺はね、もう蒸し上がってるんで、少し火さえ通せば、ラーメンとして十分美味しくなりますから。まあ、ただ、麺的にうまいのはこのキクスイかなっていうふうに思いますんで、それをやっていただければいいかな。あとね、調味料はラーメンスープ単体でうまいもんを作るっていうのをやってますんで、大事なところだけ説明します。まず味噌、これ無添加の田舎味噌を使ってるんですけども、皆さん最悪でも無添加の味噌だから、だし入りの味噌とか使わないでください。だし入りの味噌使ってしまうと、そのだしのね香りが味がねちょっと邪魔しちゃうんだよね。無添加の味噌を使えば後から足すことはいくらでもできるんで。で、あとかつお粉ね、今回はまあ俺が自分のストアで出してるやつね、概要欄に書いてありますけども、かつお粉を使ってます。品質のいいものなんですけども、もしなければかつお節を今回 2g 使うんだけど、 2g レンチンして揉んだやつにしてください。かつお節そのまま 2g バーって入れちゃってもいいんだけど、はい、ニンニクです、5g ぐらい。これすりおろして使います。もし生のニンニク使いたくないっていう興味ない人がいたら、チューブニンニクでも構いませんが、おろしニンニク普通の方がうまいです。で、あとはね調味料概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。じゃあ虚無レシピはね、茶碗なんてやらないので、氷バーとか、ね、そういう無駄なことやりません。無駄を削ぎ落としたチャンネルになってます。だから僕がサムネイルに出てきたら見た方がいいです。ふざけないんでね、普通にそのままやります。まずね、スープ作ります。スープ作っといたらね、あとはもう麺茹でるだけ簡単なんで、まず浄水 300cc、 浄水ない人はね普通の水でいいです。浄水の方がクリアな味に仕上がるってだけなんで。火つけます。中火です。で、これコンロめちゃくちゃ汚いけど味変わんねえから大丈夫です。年に1回ぐらい掃除するよ。でね、ラード、まずね、ラードなければサラダ油でもいいんですけども、ラードの方がうまい。だいたい 3-4cm 油を浮かす。なければ本当にサラダ油とか米油とか癖のない油だったら何でもいいです。でごま油、これ小さじ1杯ちょろっと。ごま油のねこの香りが味噌と合いますんで、はい、これだけ入れて。で、かつお粉、ぶっちゃけこれね、粉にしなくてもかつお節そのまま入れるだけでもいいんだけど、2つまみで大体これ 2g なんで、はい、2g ぐらい入れてください。2つまみっていうのは3つ指で入れるんですよ。そうするとね大体 10g になる。これがね測らなくてよくて、あまりにも楽すぎてかつおの粉を使ってるんですよ、自分で作ったぐらい。でこれね、みりん、甘み漬けで大さじ1杯入れます。あと砂糖小さじ1/3ね。これね、みりんと砂糖を使うと、みりんは甘み漬けで砂糖も甘み漬けで両方甘み漬けじゃんっていう。じゃあ何が違うのって言ったら、みりんはねアルコールの成分とかあって風味が豊かになるんです。だから風味漬けっていう観点もあります。で、砂糖は純粋に甘みだけを加えられるっていうんで、こっちの方が水分があるからスープの濃さが増すんですよ。上品なみりんの香りを楽しみたいんだったらみりんね、使った方がいいです。はい、で、あとお酒ね、香り付け、はい、ご苦労いた、はい、ご苦労さました。はい、こんな感じでね、生活感たっぷりでお送りしていきますからね、このチャンネルはね、はい、おろしにんにく、味噌ラーメンはね、にんにく入れた方がうまいっす。一かけ大体 5g ぐらいっすね。今回でかいにんにくだったんで半分にしてますけども、 5g って覚えておいてくれればいいと思います。で、この削りかすも入れちゃう、虚無だから。これで一旦沸かしますね。これがスープベースになります。ここからね味噌とか入れていくんでね、
このスープの作り方さえ覚えてもらえば、これを倍量にして鍋のスープとかにもできるし、何だってできる。味噌ラーメンスープはめちゃくちゃ万能です。洗ったご飯ぶち込んで雑炊にしてもいいし、うどんでやって味噌うどんにしてもいいし、とにかくこれのスープの作り方さえ覚えたらもう人生勝ったも当然。いつでもめちゃくちゃうまい店レベルの味噌ラーメンができます。で今このスープベースが沸いてきました。みりんとか酒も入ってるんでしっかり溶かしてほしいんですけど、沸いたら他の調味料、味の素ね。このスープは出汁取りません。一時出汁取ってたら虚無じゃなくなっちゃうんで、これ味の素小さじ半分、結構な量だけど、これ入れます。味の素ってすんごく純粋な旨味なんですよ。だから昆布の匂いとかがつかない。味噌ラーメンと合わせるんであれば昆布だしとかじゃなくて、この味の素、これがいっちゃうまい。いろいろ試した、これだし取ってからやった。だけどこいつ一番うまかった。味噌の味と香りがクリアンなんでね、少しだけね醤油の香りをがあった方がいいです。こっから味噌、味噌汁とかにもね味の素入れる。カツオと味の素、これ至高の味噌汁っていうのを前やったんだけど、味の素と味噌って超合う。なんでかっていうと、味噌汁に白だしとかね、市販のだし使ってもいいんだけど、市販のだしって味ついてるでしょ。塩味が強いのよ。塩味がついちゃうと味噌を思うように入れられないんだよね。この味噌ラーメンっていうのは味噌の分量が即席で作るより多い。だからこの味噌ラーメンっていうのは味の素で作って、塩味を足さないで作ると味噌の分量が多くなる。だから濃厚になる。で味噌全部溶かし込んだら、この味噌スープは最強の味噌シープになってる。胡椒ね、黒胡椒でもいいんだけど、こういうねテーブル胡椒、ちょっとラーメン屋さんっぽくない？ 1,2,3,4,5 振りぐらいにやると、ブラックペッパー粒の大きい粗挽きのでもいいんだけど、よりラーメン屋っぽいのはこういう細かい粒子の胡椒だね。胡椒が入ると味がしない。沸かしました。ブクブクいってます。でアルコールも飛びました。そしたらもうスープは完成。このスープはベースになりますので、うどんでもうまいし何でも美味しくなります。これの作り方だけ覚えてください。はい、じゃあ次は麺を茹でていきますんで、スモークコーナー行こうかな。お湯沸かしながらスモークコーナー行きたいと思います。最近はねこの赤サイレって浄水器ね、これめちゃめちゃ使ってるんだけど、水道直結だからお湯が出るように水道つないじゃったんだね。お湯を使いです。ラーメン屋さんみたいなチャーハンを家庭で作りたいのに近づけません。あの味は何の調味料だったりするんでしょうか。はい、これは僕は完全に答え知ってます。はい、ラーメン屋さんのチャーハンで非常に重要なのは味の素ですね。もしくはハイミーですとか、そういったもののいわゆる化学調味料ですね。化学調味料っていうと味の素に怒られるんですけど、僕はなんかそこだけ味の素とちょっと喧嘩してて、化学調味料別に良くないっていう風に言ってる派なんで、別に化学的に作った調味料なだけで別に体悪いわけじゃないんだから。化学って書いてあるから、そういうのにアレルギー反応する人がごちゃごちゃ言ってるだけですよね。オーガニックって書いてあれば安心するみたいな。まあまあそれはちょっと脱線してましたが、鶏ガラスープ入れちゃったりすると鶏の匂いつくじゃないですか。なんで、塩と味の素で決めるっていうのが重要ですね。ただ味の素と塩だけで作る、まあ、僕の至高のチャーハンって一番再生されてるチャーハンがあるんですけども、あれでやってもですね完全に味噌の味になんないんですよ。じゃあ何が足りないのかずっと研究してきました。一つの結論として、中華屋さんの見てみると、溜めてある油をビャーってやって慣らすんですよね。慣らして温めた油を戻すんですよ。油が熱されたことにより酸化の香りと、あと食材の香りがどん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 ついてくるんですよ。だから新品の油とは香りが全く違う。それを使うから中華屋さんのチャーハンうまい。家庭でやるには何回も何回も油をこしながら中華屋さんみたいに作っていかなきゃいけないんで、なかなか無理。だからそういう香味油とかネギ油とかっていうものをどっかやってくんねえかね。チャーハン専用油みたいなさ、生姜とニンニクの香り少ししたチャーハン専用油みたいなのがあったら完全に店の味再現できるんだけどな。でもそういう商品がないので、まあ、なかなか難しいかなっていうふうに思います。まあそれにかなり近しいんだったら、至高のチャーハン、もしくは、新チャーハン、これがかなり、お店の味に近いんで、僕のチャーハンやってみてください。ということでご質問ありがとうございます。はい、じゃあラーメンを茹でる時の極意ね、多めのお湯で茹でる。必ず沸騰した状態で茹でる。麺を入れたら温度が下がるんで火は強くします。この時にさっきのラーメンスープは別コンロで温めておくのがいいですね。ラーメンはね袋の表示ぐらいで、ね、僕はちょっと固めのが好きなんで2分ぐらいで仕上げちゃうと思ってるんですけど、これで茹でて、こういうラーメンがないっていう方は別に乾麺でもいいですし、焼きそば麺ねちょっと湯通しして使っていただくのも全然いいと思います。あるもんでなんとかすりゃいいのよ。うどんでもいいしね。
それが虚無の極意。虚無っていうのは料理の原型としてやってるんで、それさえ覚えとけば何にでも流用できますよっていうシリーズなんです。別に具何入れたっていいね、チャーシューとか余ってたら入れていいし、虚無レシピっていうのはみんなの生活力をね、身につける、そんなコンセプトでやってますからね。はい、じゃあ茹で上がりました。で今茹で上がりました。まあよくねこうやって湯切り、湯切りをすると麺の周りの水が切れて、麺に水がついてるとねスープ薄まっちゃうんですよ。食べた時ぼやけるから。はい、はい、さっきまで温めてスープ切り上げる。でまあやんなくてもいいんだけど、麺を整える、ということでですね、ラーメン屋さんにも決して、負けないですね。虚無味噌ラーメン上がるよ。じゃあちょっとラー油で今回はいただきます。いただきます。俺の味噌ラーメンでは世界一うまい。味噌が濃厚すぎる。ここまで濃厚に味噌ラーメンを仕上げるには絶対に味の素使わないと。ラー油が入ると結構辛口な味噌になるから、バターもねめちゃめちゃ合うんだけど、まあここら辺は好みかな。うまいね。調味料だけでもねコツさえ使えばうまくなる。今回はガラスープとか入れずね、あの味噌と味の素の旨味とあと鰹節の香りを乗せてるんだけど、複雑感が出ててすごく美味しい。肉っぽさはないんだけど、やっぱりね味噌からコクが出てるから、動物性のコクそんなにいらないんだよね。追い胡椒、これとチャーハンとかだったら最高だな。最初のスープは粉末の胡椒でやって、後から追い胡椒はこいつでいい。はぁ、うめぇ。バターも試す。結局バターと味噌っていうのは鉄板だからね、バターを少し溶かして黒胡椒とともに食べたらまあ飛ぶんじゃねえかなと。バター優勝だわ。ラーメン食ってる時の水ってなんでこんなにうめえんだろうな。軽量カップで飲んでるけど、あの37歳の独身男なんてこんなもんだから。いえ、でこれをちゃんとグラスに注いで優雅にカッコつけてあの飲めてる人はもう結婚してるから。皆さんもぜひねこの虚無味噌ラーメンぜひ食べてみてください。終わり、風呂入ってくるから。これ料理研究家になってきます。で、あとはあれ、おろしにんにくどこ行った。おろしにんにくどこ行った。あれ、さっきあったじゃん。ああ、いつもこんなんよ。さっきね、あったんだよ。さっきあったじゃんね。なくなった。本当にね、最近こういうの多すぎる。なんか物置いたなと思ったらさ、さっきまでずっと持ってたなと思ったらさ、なくなっちゃうんだよね。ああ、本当にないわ。